皆さんこんにちは。くまこは今回茨城県は鹿嶋市にあります鹿嶋神宮に来てます。今この立派な鳥居をくぐります。2014年に創建され御神木で作られた鳥居でした。そしてこの日はですね、ちょうど菊祭り行われておりましたので、とても賑やかな鹿嶋神宮でした。今菊の花っていろんな花の形あるんですね。この丸いのかわいいなと思って写真を撮ってみました。今見えているのは優秀賞みたいですね。さてこちらですね、お参りする前に手を清めていざ中へと入ってまいりましょう。今見えているのは楼門です。日本三大楼門の一つとも数えられている鹿嶋神宮の楼門です。それではこちらの楼門をくぐりますと、右側に見えてきますのが、こちらが国指定重要文化財の本宮になりますね。まあ、本殿、石の間、平殿、拝殿の4棟からなる社殿と言われてます。1619年に徳川2代将軍の秀忠公が寄進したものと言われているものですね。本来ならばこちらでしっかりとお参りをして境内の中を歩きたいところなんですが、今回ちょっと目的が違うんです。こちら奥宮なんです。特別拝観をですね、11月30日まで行われておりまして、午後4時までだったので大急ぎで行きました。そして素晴らしい匠の技見ることができました。ここ今は改修工事されております。鹿嶋神宮は今年2021年からこれから5年かけて楼門や社殿、そして奥宮ということで改装工事があります。ではさらに奥に行ってみましょう。何があるのかな。それではですね、こちら到着しましたところが鹿嶋神宮で、もう一つ見逃せないパワースポットと言われている場所、ここがみたらし池です。ここはですね、古くから禊の場として使われてきたところなんです。子供さんが入っても大人の方が入っても同じ胸の高さに水面が来ることから、鹿嶋の七不思議の一つに数えられているんですね。また水温は1年を通して13度ほど、1日に40万リットルものの清水が湧き出ていると言われております。ちょっと裏手に回ってお水を触って来てみましょうかね。それではもう少し奥へ散策行ってみましょう。ここにはですね、鹿嶋の七不思議もう一つあります。それはこの地が地震を鎮める石として信仰されている要石です。地震はナマズが引き起こされるという考えがあって、その大ナマズを押さえつけるための石が要石と言われてます。地上には直径30センチ、高さは7センチほどしか出ていませんが、地中には巨石が埋まっているんではないかと言われています。水戸黄門の記録には、水戸藩主徳川光圀がこの要石の周囲を1週間掘り起こしても、穴は翌朝には戻ってしまい、根元には届かなかったという記録も残されているようですね。それではこの後はですね、神の使いと言われております鹿にご挨拶していきましょう。今こちらの鹿園は子鹿を含めて32匹いると言われてます。
そしてですね、今日のメンバー何やら怪しい声出してますけれども、これ誰が一番鹿を振り向かせることができるかなんていうことをやっておりました。結局誰が一番だったのかな。はい、見えておりますのはサザレ石です。まあ、サザレ石ってもともと小さな石の意味であるんですけれども、まあ、それらの小石が岩尾となって、さらにその上に苔が生えるまでっていう非常に長い歳月を表す比喩表現として用いられてますね。まあ、サザレ石全国にも18箇所ぐらいあるんですよね。さあ、場面変わりまして、ただいまおみくじ中です。さあ、ここの鹿島神宮には帯のみくじがあるんです。これ4本の紐があるんですが、2本ずつ結びます。1つの円になったら願いが叶う。さあ、どうだ。あ、1つになったんじゃない。すごーい、願い叶うといいですね。おみくじも無事に引き終わり、ここ鹿島神宮の木に結んで帰りましょう。願い叶うといいね。今回ですね、鹿島神宮から見る夕日もとても素敵だったので、最後までどうぞご覧ください。あとはですね、ここ鹿島神宮から車で10分ぐらい来たところです。西の一の鳥居と言われております。今見えている鳥居、まあ、川底からの高さは 18.5 メートルって言われて、幅が 22.5 メートルの壮大な大きさを持っております。ちょうどこのね、鳥居の真ん中から日が落ちる姿がすごく綺麗でした。ぜひ最後までご覧ください。素敵な夕日を見ていただきました。この後我々ちょっと贅沢をさせていただきました。お友達のおすすめで、こちらアトンパレスホテル、砂料砂の住処です。今すごいたくさんなお料理載っておりますね。まあ、今中井さんいろいろ説明してくれているんですけれども、まあ、とっても今回お安く泊まらさせていただきまして、今シャンパンを一生懸命開けてます。さあ、そしてアワビの踊り焼きと、贅沢させていただきましてありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はパート2で佐原近辺をアップしたいと思います。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またね。